ッテンです。今日はこちら大阪大学2021年理系第3問の問題をしっかりと解説していきたいと思います前回初見で解くっていう動画を出してまして今回はそこでは話しきれなかった内容ですとか記述上の注意点ですねそこら辺を掘り下げて解説していきますまだ解いたことない方は一旦これ動画を止めていただいて自力で答案を必ず書いてから解説の方に進んでくださいではいつも通り最初に解説の大まかな流れと最終的な答えを確認してから詳しい解説に移っていきます括弧1 カッコ1カッ2ともに不等式の証明ということで、まあ、旧定大で品質のテーマですねで。考え方は後で整理します。ここでは右側も左側もですね、どちらも微分を使えばきれいに示していくことができます。右側について微分をすると、こちらで定めた FX っていうのは単調現象なので示されます。で別解は後で詳しく紹介をします。で左側について、こちらも関数もまとめてあげてで、こちらを微分していくと、 0以上、つまり gx というものが x、t 以上のところで単調増加であることがわかるので、それを使って示していくことができます。で、括弧には、発想については後で詳しく解説をしますが、括弧1で示した式のすべての辺を t 以上、t プラス n 分の1以下の範囲で x で積分をすると、実はすると示したい式が出てきます。これで括弧2が終了。で、括弧3に関しては、またよくわからないですね。an という 一般項が与えられてますがこれをどこから作ってくるかですねで、括弧りで示したここの l o g っていうものが使えますで、t の中身を今の形に揃えてあげてこれを k イコール0から n-1 まで足してあげればこちらの不等式が得られますで、ここで計算できるものこの積分については計算できるので計算をしてあげるとこちらで,で整理をするとこちらで、今回 an-pn ていうものの 数列のの極限を考えていいきたいのでそちらをここに作ります。そうするとまだよくわからないものが1つあるんですがこれは n を無限大に飛ばしていった時に、まあ、整理していくと区分急積法が使えて2分の1ログ2に収束することが分かりますなので回答の肝としてはこちらで数列 a のス p n が収束するためには p=2 ログ2-1が必要ですつまり こここの ② の不等式に戻ってあげて、あげは収束するよと。でもここですねこれが P がもし2 − 2 1じゃなければプラス無限大かマイナス無限大に発散していくで最左辺も左右辺も発散していって、まあ、追い出しの原理使ってこの数列は収束しないことが言えるのでなのでまず p 2 2 1が必要ですこの時挟み打ちの原理から確かに a n ス p n っていうのはこちら。 の実数値に収束をしていくので、P と Q が得られます。こちらでカッコ3まで完了です。ではここから詳しく解説をしていきますので、わからなかった部分とか、もっと掘り下げて聞いてみたいところがあれば重点的に見てみてください。では詳しく解説をしていきます。カッコ1不等式の証明っていうテーマは、まあ、旧定大特に理系ですかね、よく出てきます。数学3の道具を使うと不等式の証明っていうのはですね、いろんなアプローチでやっていくことができるので、まあ、そこが 醍醐味でありつつ、受験生からすると結構難しいところになっていきます。で、関連するテーマとして、数学三特攻。まあ、自分が出している数学三の体系的な演習シリーズですが、この微分不等式っていうセクションの両門演習。一問目と四問目で、まず扱っています。で、一問目は、どういう不等式の示し方を紹介しているかというと。まあ、関数ですね。を微分して、関数の増減がわかれば、それがゼロ以上であるとか。 ある値以上であるみたいなことが示せますよという方法でこれは結構無難で汎用的な方法ですただデメリットとしては時々計算がめんどくさいでもう一つの方法として平均値のの定理の利用を紹介しています、まあ他にも2-3もあるので、まあ、突然の利用とかですね、えー、あるので、まあ、気になる方はですねこのセクションをぜひ復習してみてくださいで4で紹介しているのが平均値の定理の利用 平均値の定理の形ですね。つまり fx-fa で x-a みたいな、この分数の形ですね。まあ、a は定数だったり、まあ、y っていう変数だったり、どっちでもいいですけれども、まあ、こういう形を磨けたら、平均値の定理を疑うと、効率的に処理できることがあります。平均値の定理自体は、まあ、等式が出てきますけれども、この c っていうものがですね、例えば、x が a より大きかったとすると、a から x の間に 存在するよと、まあ、この不等式をうまく使ってこの F'C というものを評価していくという方法が平均値の定理を利用した不等式の証明方法になっていきます。で、まあ、ここではもう一つですねせっかくなので紹介すると、まあ、面積比較、まあ、これは積分のところの数学3特攻で紹介してますけれども定積分をですねグラフ上の面積と捉えてあげてグラフ上の視覚的な代償関係によってその面積の代償によって不等式を証明していくっていう方法がありまして これ定積分が出てこないと使えないんじゃないかと思う方もいるかもしれないんですがその定積分が計算できる場合ですね定積分がパッと見含まれてない不等式に対しても使えることがあるので道具としては是非持っておいてくださいで今3つ、まあ、代表的なものを紹介しましたけれども今回この3つをですねカッコ1の右側の不等式の証明で全て使っていきます別解として紹介していこうと思いますので是非、まあ、復習に使ってみてください ではまず右側についてですね真ん中の項小なりイコール左右変で0以下を示していけばいいんですけれどもこの真ん中の関数ですねこれを fx と置きます t は今回定数ですね変数は x1 以上とでやりたいことは何かというと0以下であることを示したいのでこの関数の x ダイナリイコール t での範囲の増減を調べていきますそのためには微分をするとでフラッシュ x っていうのがこちらになるので x が t 以上のでは、これは0以下になります。まあ、こう書いてませんでしたけれども x 大なりイコール t で t が1以上だから OK ですね、まあ、こうじゃなければ例えばですけれども x がプラスで t がマイナスの時とかっていうのは x 分の1は大なり t 分の1になってくるのでこの不等式は成り立ちません t が1以上であるからこそこれが成り立っているっていうことにぜひ、まあ、注意をしてみてください えなので、fx っていうのは単調現象ですよと。x が t 以上の範囲で単調現象。えなので、次何を調べたいかというと、このスタート地点ですよね。x イコール t の時に値がどうなっているかを調べます。そうするとここは0になってますよと。いうことで、まあ、0から単調現象っていうことで、fx は x、これは不等号の向きが逆ですねえ。こっち、x が t 以上のところで、fx は0以下ですよということが示されます。 では別解を紹介していきます。まず一つ目この真ん中の部分がですねログマイナスログ t マイナス t 分の1括弧 x マイナス t とここがですねさっき紹介した平均値の定理の香りが漂っているんですねなので x マイナス t で割ったらいいんじゃないかという発想が生まれてきますこれ0以下を示したいんで x マイナス t で割れば平均値の定理使える形が出てくるなとただ x イコール t の場合だと割れないので分ける必要があります で分けて x がダイナリティなとっていうのは割ってこちらの式を示せばいいよとでこれは平均値の定理でサクッと示すことができるのでぜひやってみてくださいで分かんない方は前回の初見動画で実はこの別解1のやり方で解いているのでそちらを参照してみてくださいで x イコール t の時っていうのはまあ、x イコール t 代入すればこれ0になるんでまあ、確かになり立っているっていうことが分かります。 で次別解にですねえもう一個面積比較の話もう実はこの不等式の証明に使えるのでこれも紹介しますつまりログ x マイナスログ t っていうものが出てきてるんですがこれが x 分の1の t から x の定積分と同じだなということに気づくとこの発想が生まれてきますえつまり y イコール x 分の1というグラフを書いてその x イコール t から x イコール x ややこしいですけれども x までの でこの囲まれた部分の面積っていうのがログ x マイナスログ t なんですねじゃあこれを上から評価したいとなるとどうすればいいかというとここに実は長方形を作ってしまえばこれが示したいものになっていきますつまりこれ横の長さっていうのは x マイナス t ですよで縦の長さというのは x イコール t の時の y 座標の値になるので t 分の1ここが t 分の1なので面積はこちらとなるので移行してあげれば ロログ、x、ログ、t、で代償、まあ、関係は、まあ、グラフから明らかな通りこうなっているのでマイナス t 分の1、まあ、かっこ x マイナス t というのがマイナスですよこれで示されますでこれは、まあ、この面積を比較できる条件として x 大なり t の時ですねでなのでやっぱりこれも x イコール t の時っていうのは別途議論してあげる必要があるのでもう最初の微分による解法に比べると、まあ、ひと手間加わってしまうので別解位置と同じように まあ少しややこしいかなと思いますが、まあ、不等式の証明の考え方をですね学ぶいい機会だと思うんで頭を整理してみてくださいで,では左側ですねこちらの不等式を証明していきますで今別回で紹介した平均値の定理とかあと面積比較っていうのは、まあ、自分も考えてみたんですけれどもあまりうまくいく方法が見つけられませんでした、まあ、なので素直に微分しようという発想が生まれてくるかなと思います つまり片方に全て寄せてあげて gx っていう関数をこちらと置きます。で今回証明したいのは gx が0以上 x が t 以上の範囲でということを示しにいきます。そうするとまず微分をしてこちら。で関数の増減を調べるためには同関数の符号が知りたいと。ということで符号を知るためには掛け算とか割り算の形にしていくことが上等手段になっていきます。なので今回もくくって。 分分してて頑張っていくと実は因数分解できて x-t ででれるのでこういうい形になりますでここで x't'1 が活用できて x't っていうのは1以上なのでここは0以上ですよで x't っていうのも0以上ですよで xt っていうのはプラスですよよって g'x が0以上であることが言えますえなので gx は x t 以上のところで単調増加ですで単調増加っていうことが分かってじゃあ,あと知りたいのはスタート地点ですね x イコール t の時に値がどうなっているかを調べると gt イコール0なので0から出発して単調増加よって gx は0以上であることが示されます。x が t 以上の範囲でと。で以上2つから代は示されます。では過去に、まあ、過去一をうまく使っていくんだろうなという発想はできると思います。で前回の初見動画の時に結構この問題ですね試行錯誤をしているので、まあ、初見で解くときにどういう 考え方をしているかっていうまあ、リアルな姿はですね前回の動画を見てみてくださいまあ、ここでは1回解いた後ですけれどもまあ、考え方っていうのを整理していきます括弧1で示した式はこちらなんですねで括弧2で示せって言われているのはこちらの式やっぱり特徴的なのはこの積分のところですよねここはやっぱりややこしいじゃあこの積分の形を括弧1のこの形を使ってどうやって作っていくのかというところがメインになっていきます そうするでこれとこの非積分関数である logx ここに着目すると1で示した不等式を x=t から x=t+n 分の1まで積分すればこの形が作れるなということに気づきます。でもそうなってくると他に出てくる項も全てこの範囲で積分しないといけないなと。 なんですけれども、まあ、この一番左に関しては x についての2次式なのでえ定積分は簡単にできるなと。で他もこれ定数ですしえこちらも x についての一次式なので全部余裕で積分できるんですね。そうすると、まあ、これを頑張ればえこの形この形この形になるんじゃないか項の数も全部一緒ですからねえという発想が生まれてきます。で前回はですね何をしていたかというと初見で解いた時は自分は まあこの定積分あ計算できるじゃんって言って計算してしまったんですね。で計算して括弧1の不等式をはめようとすると実は評価が甘すぎたということで、まあ、今の発想に至ったわけですが、まあ、シンプルな素朴な発想としてはやっぱりこの定積分をどうやったら作れるのかという発想ができたらいいかなと思います。じゃあ実際に答案を書いていくと括弧1で示した式の全ての辺を x の範囲ですねこちらの範囲で積分するとこちらです。 まあただこれは書いただけですね。ログ T に関しては、x で積分をしているので、まあ、定数扱いになって、この幅である n 分の1をかけて、こちらで得られます。であとは、ここの部分、2次式の積分と一次式の積分を計算してあげると、それぞれこちらと、こちらになります。まあ、計算過程はこの2行目を見てみてください。ですので、実はですね、示したい式のすべての項が見事に登場してきます。これで代入は示されたと。 まあ本番会場でここまでさらっといけると結構テンション上がりそうですよね。カッコ1積分してさらっとカッ2の式全部出てきた。カッ2まで解けた OK とえテンションが上がりそうな問題です。ではカッ3を解説していきます。まあ、これが今回の問題のメインディッシュです。またよくわからない数列 AN というのが与えられていて AN イコールこちらですよと。ログ1プラス N 分の K っていうものを k ーーから n-1 まで足していく。でやっぱりよくわからないものが与えられたらとりあえず具体化をしたいわけですね。どういう形なんだろうと。で具体化してみるとログ1プラス n 分の0プラスログ1プラス n 分の1。点といってログ1プラス n 分の n マイナス1と。で直接ここからですね区分球積を考えられるわけでもなく n 分の1がないですからね。 ですし、まあ、ログをですね結合させて真数の掛け算にしても別にカッコ2とかカッコ1の式使えるわけじゃないしなということでまあ AN は AN のまま考えていくかと一旦ここはここで放置をします。で考え方としては直接はこの極限考えられませんよと今話した通り区分形式も使えないですし考えられないのできっとカッコ2の不等式を使って評価するんだろうなと。 何かしら今回 an-pn という引いたものの極限を考えていきたいわけですが直接この極限を求められないということは不等式で挟んで評価ですよねをするんだろうなということが分かりますじゃあ次考えることとしてはどうやって括弧2で示した式から an を作るのかということになっていきますここで括弧2の不等式を改めて眺めてみるとこちらで AN を作るるっていうことは要すのじゃあカッコリーで示した式でログの形でできてるのはどこかというと、まあ、こことここですよと。で今回ログを足してるとシグマで。じゃあこの2つどっちかを足していかないといけないんだろうなっていうことは分かるんですが左側足してもダメですよね。これ別に足していっても AN の形作れません。まあ、積分がくっついてきますからねえ。なのでこちら側。N 分の1っていうものはまあ定数。 ですからログ T の部分ここの部分を足していくことによって an が作れるんじゃないかという発想になりますじゃあどうすればここの辺をですね an にできるのかっていうのを考えていきますえまず an というのは k が0から n-1 もありですがログ1プラ1 n 分の k なんですねということでまずはこのログの中身小さいところから始めていくと 困難、まあ、は分割せよということで、ちっちゃいところからちっちゃいところから話を始めていきます。そうすると、まず t というものを1プラス n 分の k にしたらいいよねと。そうすると、括弧コ2で示した式で、こちらからも答案が始まるわけですが、t イコール1プラス n 分の k、k は0以上ですね。0以上の整数とすると、今、括弧1カッで考えてきたのは、大前提として t が1以上っていう条件があったからなんですが、これは確かに t1 以上の条件を満たしてくれますよね。k が0以上の整数ですし、 1プラス n 分の k なんで大丈夫とすると括弧コ2で示した不等式はこちらになりますそうするとここにいい感じの式が登場しますねこのシグマの中身が登場しますじゃああとはこれをこのシグマの分要するに k イコール0から n-1 まで足せばいいよっそうすると an が作れますでこれを k イコール0から n-1 まで足すとこちらまず一番左に関しては k によらない 定数であったたのでただ n 倍されてこちらで積分の部分については実は積分区間が連結されていきますすなわちさっきは1プラス n 分の k から1プラス n 分の k プラス1までだったんですねでこれを k イコール0から n マイナス1まで足すとどうなるかというとまずは1から始まって1プラス n 分の1までで次が1プラス n 分の1から1プラス n 分の2までで点点点といって最後は n マイナス1まで足すので1プラス n 分の n マイナス1から2までということでこれがどん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 連結されていくんですねということで1から2までになりますでここは望み通り分 n 分の 1an と an が作れましたよとでここに関しては k が含まれているのでもうシグマでガッチャンコしていく必要がありますっていう辺に関してはゼロ以下これをマージ置いておきますで計算できるものはここで計算しておきます。 この定積分ですね、これ計算できるので計算すると 2log2-1 よって an について今示した1をですね整理していくとこちらとなりますでまだ an なので今回極限を知りたいものっていうのはその数列は an-pn ですねでなので無理やりこれを作り出しますそうすると n でくくることができてここに p が出てくるとでマイナスこのよくわからんシグマで左右辺も同様で ここまでは一緒でここにくっついてきますでここからやりたいことは何かというと AN-PN の極限を調べたいのでこれの最左辺と左右辺の極限を調べたいわけですね。絵を正の無限大に飛ばした時の。なんですが1個よくわからんものがありますよね。このシグマのところ。これが謎なので収束するのかどうかこれをまず 部分的に調べてみますで部分的に調べる時の注意点として、まあ、これはもうまずはこういう数列の極限を調べますよという形でここで抜き取っています。でこの2っていう式でなんか部分的に極限飛ばすのはダメなんですけれどもまあダメというか全ての項が収束することが分かっていれば極限と四則演算の順序をひっくり返してそれぞれの極限を取ってそれを足せばいいんですけれども一般的にそれぞれの項が収束することを言っていないのに。 部分的に極限飛ばすすのはダメで,すで今回も別に収束する保証がまだないのでこの段階で部分的にここの極限考えるのはダメですなので書き方としてまあ当の書き方上の注意なんですけれどもここで抜き出してあげてこれの極限を調べていきますよという書き方をする必要がありますなので2は2でこれ取っておきますでこれに関しては実は区分球積の形に持っていくことができます n 分の1を前に出せばここに n 分の k の形を作り出すことができます。よってこれは区分求積法によってまあとわに書く必要はないですけれどもこちら n を線の無限大に飛ばした時の極限の値っていうのが 2×1 プラス x 分の1を0から1まで定積分したものになります。まあグラフのイメージで捉えてあげるとこういう感じですね。y=2×1 イコールプラス x 分の1という関数があってこれの横幅 n 分の1の 長方形の短冊をゼロから一まで足していっているようなものを計算しているので。横幅をどん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 ちっちゃくしていけば。ゼロから一までのこの関数の定積分になります。で、これ計算することができて1。二分の一グ二という値になって、これ収束するんですね。ということは。今回。数列 A. のマイナス P. N. が九というある実数に収束しているような状況を考えていると。じゃあ、数列 A. のマイナス P. N. が収束するためには。ここでこの丸二に戻ってくるわけですが。 これが収束するためにはそもそもまずこのシグマの部分このよく分かんなかったシグマの部分あとこの 6n 分の1この3つは収束していくんですねじゃあ残るこの2 l o g 2 1 p かける n ここの部分が収束しなければもしこれが発散してしまうと an-pn っていうのはある実数に収束していきませんよねで例えば p がス1とかだったとすると 2log2−1−p で 2log2×n になってくんでこれは n 無限大飛ばすと正の無限大に発散していきますなので最左辺が正の無限大発散で左右辺もそうなんですが追い出しの原理から a n ス p n も正の無限大に発散しちゃいますよねでここがマイナスの時も同様で逆に負の無限大に発散していってしまうんでダメとなるので An-Pn が収束するためには、この n の係数っていうのが0である必要があります。まだ必要条件です。収束するためには p= これこれが必要。じゃあ p= この値の時に an-pn の極限値どうなるかというと、挟み打ちの原理が使えて一番左はまあこれはもう0だよと。で、真ん中のシグマっていうのは今極限値調べていてこれが 分のに行くよとで左右辺に関してもここが 0, に0なので,で真ん中の項っていうのは同じように2分の1グ2に行くよとで 6n 分の1というのがありがたいことに0に行ってくれるので挟み打ちの原理が使えますよって an-pn はス2分の1グ2に行って確かに収束しますねということでこれが9の値になるよって p と q が決まってこちらを得ますこれがカッコ3ですね はい考えたでしょうか,、まあ、か,1か,2か3と、まあ、すごく綺麗な誘導がついていて、まあ、とはいえ3になると結構処理が重たい問題でしたで1に関してはまずはやっぱり旧体大で品質の不等式の証明の部分この考え方をぜひ頭の中を整理してみてくださいで23ではその前に示したものをどうやって使うのかっていう、まあ、これまた旧体大で大事な誘導の乗り方がとても肝になってくる問題でした まあこれはこれでまた大事なテーマなのでえこの動画でもどうやってそういう発想が生まれてくるのかっていうところを詳しく解説してみました、まあ、なのでじっくりと見直して自分の中でですねその考え方を再現できるまで徹底的に過去問を極めてもらえたらと思います聞いてわかることとじゃあ自分で次解けることっていうのは大きなギャップがあるので,でこの差を埋めていく作業が過去問演習では求められますので、まあ、なかなか紙の上の解説だとそんなに 背景まで出てくることっていうのは少ないのでこういう動画を活用して学んでいってもらえたらと思いますでは今日もお疲れ様でしたありがとうございました